はい、こんばんは。今日はですね、サバの水煮の缶詰を使ったサバのアヒージョを作っていきます。これものすごくね、お酒に合います。キャンプとかでも非常に手軽に作れると思います。で、今日はですね、ですね、後半の方に妻がちょろっと登場しています。後半の方は飲みパートになっています。あとですね、例の、ワークマンのあの服もちょっと買ってきました。しなっと着てたりしますので、登場してくると思います。あ、そうね。まだ手元取れない。今日、倍だから、一気に倍。まずですね、ニンニクを切っていきましょう。いつも通りヘタのところを取って包丁の腹でブチッと潰します。そうするとね、皮も簡単に取れます。あとはね、みじん切りっていうか、まあ、大きさは結構適当でいいと思います。切れてればいいんじゃないかなっていう感じだと思います。まあ、この辺はもうね、男の料理なんで適当でしょう。あと、下の人は特にね、筋肉量だから、で、今回ですね、使用しているサバ缶は、サバの水煮で、これ結構スーパーの方に売ってるんですね、国内のサバを使っているサバの水煮になります。このサバ缶のいいところは、臭みが、普通のですね、安いやつに比べるとない土曜安いやつ。でも安いんですよ。1キュッパなんで。で、まずですね、火にかけて、ニンニクですね、オリーブオイルで炒めていきましょう。オリーブオイルはね、もうこうニンニクがちょっとひたひたになるぐらいで、全然、大丈夫です。あとでね、サバ缶入ってサバの煮汁が入りますので、まあ、これですね、ハーブス？もう知ってるよ。今回はこの煮汁も使っていきます。これね、100円ぐらいで売ってるやつのサバを使うと、実はですね、サバの水煮がちょっとサバ臭いっていうか生臭いんですよ。で、1キュッパの今さっき映ったやつですね、は、サバの匂いがあんまりないんですよね。臭みが少ないというか。それで、ニンニクで煮ると、まあ、匂いも相当消えますので、おすすめのサバ缶になっています。こうですね、身をね、少し食べやすい大きさに、ほぐしながら入れていくのが、コツかな、と自分では思っています。中に、出汁もね、一緒に煮込んでいきます。ちょっとね、こんだけ話しながら作っていたので、でこのグツグツ音が取りたかったんですけど、まあ、ちょっと会話をしながら作っていたので、音の方はちょっと入っていませんけども、それはご容赦ください。で、まず一味をかけてですね、辛味を入れます。ですね、ちょっとね、大人の味になっていきます。次にですね、白ワインを入れていきます。もうだいぶちょっと古くなっちゃって飲んでなかった白ワインなんですけど、まあ、だしになるので、それを入れてます。本当はもうちょっと入れたかったんですけど、ちょっと溢れそうだったんでやめました。あ、だいたい煮えてきましたね。まあ、もともとそのままでも食べれるので、まあ、味が落ち着いたかなっていう、ちょっとドロッとしたかなっていうぐらいで全然 OK です。はい、これで完成ですね。で、これアヒージョ、もともとこれ油でできているので、この取っ手がですね、熱くなってます。まあ、火傷しないように、
注意してください。ハーフ&ハーフ飲むのが楽しみ。ん？それを飲むのが楽しみ。ね、ハーフ昔流行ったじゃん。あ、自分で作るんだ。そうそうそう、もうハーフ&ハーフって売ってないよ。もう売ってない、自分で作らないと。これ黒だけなんだ。あ、黒だけなんじゃなくて黒なんだ、うん、そうそうそう。なんでなくなったの？売れないからでしょ。流行りだから廃れるのも早かったから、ハーフ&ハーフって、うん、でもお店さんはだあるよ、ある、うん、お店はあるよ。でも冷静に考えたら買えばいいね。だから製造費コストだと思う、多分。今日はちょっと懐かしい、これでですね、ハーフ&ハーフにして家飲みです。音入ってるかどうか言われてもわかんないんだけど、マイクの調子がね、あんま良くなかったです。入ってなかったら、後伏せで入れる。後伏せで入れるのなんか苦手なの、一回、何回かやったけど、なんかね、わざとらしすぎるね。のどっとい声ならいいんだけど。ちょっと黒火の方、わざとらしくこの人がワークマン中に買ってきましたよ。このちゃんと下までチャックが安い。もう脱げないってことないと思うけど、怖い。あ、ちょっと暑くなってから脱ぐから怖い。こういうの待ってたんですよ。ほら、ちゃんとね、簡単に脱げるよ。もうワークマンさんありがとう。最初からこういうのしてくれよかったね。ワークマンさんに乾杯する。そう、ワークマンさんに乾杯する。乾杯。ハーフ&ハーフ久しぶりだわ、うん、ちょっと一口飲んでみる？いいんですか？いいよ、一口とかでも飲んだらやそんな飲んだら怖いから。懐かしい味は、ちょっと黒みが多いけど、あ、美味しい、飲みやすくなるからね、うん、ハーフ&ハーフにすると。こんな味でしたね、うん、味でしたね、こんな感じだったもんね、うん、なんで減っちゃったんだろうね。私もハーフ&ハーフ好きだった。そうそう、ビールは嫌いだけど、苦い人はね、ハーフ&ハーフでね、飲みやすく、いや、美味しいね。やっぱこうやって家で割った方が美味しいんだね。うん、まあでもまだね、どこやった、何やったかな、あのビールのそういう飲み屋さんはまだ結構置いてあるよ、バーとか。昔はあの香林坊のあのアクティブの下にあったライオン堂か、うーん、ライオン堂だな、ライオン座だっていう、あのまだ全国にいっぱいあるんだけど、そこは、ね、まだハーフ&ハーフやってる飲み屋さん。昼はマランチもやってるけど、東京だと、ね、上野駅にある。うーん、まあ、そこら辺にあるけど、上野駅が一番、あ、なんかあったかもしれない、駅アクセスいいから、駅の中にあったと思う、確か。ああ、なんかあったかもしれない。うん、へえ、うん、ああ、なんか見たかもしれない、うん、なんか、まあ銀座とかにもあるけど、うん、あ、分かった、うんうんうん、体にはあったけど、でもなくなっちゃったからね。そうなんだ、うん、この黒苦みがあって美味しい。まあ、じゃあプレモルセットだからね、うん、これ絶対合わせないと美味しくない。うん、合わせた方がもちろんいいんだよ。いや、これだけでも全然美味しいよ。ああ、じゃなくて、その黒と合わせるんだったら同じ銘柄ってこと。いや、エビスでもいい。ああ、そこはそんな。売ってないんだよ、あんまり。その、うん、ああ、だから珍しい。うん。プレモルの黒ってなかなか売ってないんだよ。ヤムヤにも売ってないってこと？売ってると思う。あ、ヤムヤは。
あ、でも西伊豆の山はないと思う。ギネスはあるけど、うん、クレモルのブラックはない。あれはエビスの黒はあるけど、うん、アヒージョもこれ臭みないわ。ちょっと一口食べてみる。この間食べたよりも美味しいよ。そう、ほんとほんと。あ、でも早い、はい、どうやって、おつまみ取るみたいだから、ね、いっぱいあるから大丈夫だよ。せっかく、あ、熱くないから。うん、おいしい。前のやつも臭くない。うん、ちょ、あの倍だから、1キッパ。でも安いから1キッパだからね。1キッパに、まあ、ニンニク一かけで10円ぐらい、うん、100円だから。ああ、そんなもんだから、まあ、うん、230円とかそんなもんじゃないの、これで。あ、美味しいね。あ、うん、本当違う味が。あれはあれで美味しかった。あれはまあなんか、安さ勝負のやつで、うん、あ、すごい、ちょっと臭みがないから、ちょっといい。そのものの味みたいな。うん、これ一回やったことあるんだけど、これと塩入れなくていいんで、そのちょっと塩味きついんだって、これ。このシリーズ。普通にスーパーに売ってるけど。